このスタジオに来てそのスパーリングの話をしてまあ井上尚弥のパンチはまあ野球の高級になんか当てられるそういう感じがしたって語ってたんですけれども、古橋さんは井上尚弥のパンチを受けてどういう気持ちだったのか、はい、い <laughs> きたいですけ本当にまさにその黒田さん話してた、はいはい、黒田さんからもう野球の高級を受けた感じじゃないみたいな感じで話を振られて、本当に的確だなと思って。はい、本当その通りですただ えと本当にそういうふうに感じたのはスーパーパフライ級に上げてからなんですよ、うん、自分がやったのが、えー、と多分ライトフライからスーパーフライ上げるかどうかぐらいに初めてスパーリングをしてその時、まあ、確かに本当に嫌ですよめちゃくちゃ強いパンチだったんですけどただスーパーフライに上げてからのパンチがなんかそこからさらに2段階3段階も。 強くなっててて初めてですねスパーリングであんなにダメージを受けた <laughs> えっと何ラウンドスパーリングしたんですかその時4ラウンドなんですよ。うん、はいはい。で4ラウンド終わった瞬間に、はあ、生きててよかったっ <laughs> そう。スパーリングで生きててよかった <laughs> もうなんかすごい情けない話なんですけどもう4ラウンド終わった瞬間に安心しちゃって。はあ、でその時階級は ンンフラシュんはススーパーバンターーパパババタタムムです、えー、それでもやっぱりそれほど強,い強かったんですねです強かったですし永久に上がってから初めてですねスパーリングで目の前から消えたのは <laughs> <laughs> やばいですねトータルで何回いろいろな人のスパーリングセッションがあったんですかえっとラウンド数はその時によって違うんですけどはい、はい、4回か5回やってますねなるほど、はい